コメンテーターには岡田武さんをお迎えしています。岡田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試合が開始されます。アドバイオールに渡る。これはやってはいけないミスです。スレイアリムンタリー、アルミニア、サミル・ナスリー、ボールを取った。インテルのスローインで再開です。サネッティ、走り込んだ、味方へ出した。スローインになりましたが、ピンチが続きます。このパスは通りません。前に出しましたが気を抜けません。よく効いています、コロトゥレ。ここにサニアがいます。気は抜けない展開です。スローインでの再開はアーセナルボールです。ボールにはウォルコット、スペースに走ります。セーザリナスリーがここにいました。ボールを取られました。ボールがこぼれます。アルミニア、ウォルコット、サムエルですね。ボールにはイブラヒモビッチ、上がった、カットされます。スペースを見つけて走り込みます。インテル、今日は緊迫した攻防が見られるのではないでしょうか。はい、激しく動く展開になりそうですね。ムンタリ、おっと、これはチャンス。ひとまず前に出しました。これはどうなりますか。中央はどうだ。これは止められます。イブラヒモビッチです。ディフェンスがボールをカットします。ここで上がっていったぞ。ここでなんとかボールに寄せてきました。テオ・ウォルコット、いい形ができつつある。ゴールを、ゴール。力ではなく正確性、まさにそんなシュートですね。はい、キーパーがどうしようもないという位置に落ち着いて流し込んだというシュートですね。インテル、状況は苦しくなりました。キックオフを迎えます。ボールパーソンからボールを受け取ってスローインに入ります。分厚い攻撃になりそうだ。雰囲気があります。ウォルコット、サイドへ展開。中に人は、まだあります。硬いディフェンスです。クリオクリス、スレイヤリムンタリー、ディフェンスボールを奪います。ロビン・ファンペルシー、マックスウェル、いいパスがつながった。寄れた、キープできるか。いい位置でのスローイン、インテルです。前方に運びました。これはアデバヨー、コースを切り開いたか。クロス来た、頭で捉える。
外れはしましたが積極的に打ってきます。アデバヨ、こういう厳しいチェックをものともしない強引さが欲しいですね。まあ難しいことですが。ハイボールです。スタンコビッチ、この動きがクルスです。これはいい展開になりそう。センタリングはどうだ、キャッチしました。ボールは相手の元へ行きます。ボールにはウォルコット、ボールはこぼれています。インテルコーナーキック、頭で合わせる。ファンプルシー、アデバヨ、さあどう来るのか。止めました、止めました。完全にやられていましたよ。本当によく止めましたよ。これはファンペルシー、チャンスになりそうだ。打ってきた、イエス、ゴール決まった。今日はこれで2ゴール目、ハットトリックもあるんじゃないですか。通ればというところだったのですが通りませんでした。ここで前半終了です。アーセナルがリードのままハーフタイムを迎え